私は山本さやか。キャはいつも思いを寄せている西森先輩に手作りのチョコレートを渡そうと思って持ってきたの。あー、愛しの西森先輩は私の作ったチョコレートもらってくれるかな。あれ、西森先輩日直でもないのにずっと教室に残ってる。いつもは終わったらすぐに帰るくせに。西森先輩。おう。西森先輩、今日はどうしたんですか？いつも速攻で帰るくせに。あ、もしかして誰かからチョコレートもらえるの待ってるんですか？え、いや、そんなことないね。椅子にアロンアルファをつけられて、それで、ズボンがひっついてしまってて、もう、てんやわんやや。そんなんズボンの入れ替えたらいいじゃないですか。ほんまてれやですね。まあ、そんなところが可愛いんですけど。え、俺？可愛い？え、お前、俺のこと好きなんじゃん。チョコレート渡しに来たんじゃん。なあなあ。まあ、そうなんですけど。マジでマジで？ちょうだいちょうだい、チョコレートちょうだい。ちょっと待ってください。西森先輩のこと思って、昨日一生懸命作りました。食べてください。うわー、めっちゃ嬉しいわ俺、うん、それはええねんけどさ、俺のこと好きなんやろ。マジでつけようやな。マジでマジでマジでこいつもう、いや嬉しいんですけど、なんか急にそんな感じで来られたら。いやいやいや、つけようよつけようよ、チューチューやチューチューや、こっち来てこっち来て、行っちゃってるからこっち来て。チョコ返して